こんにちは、ダイスです。今回はこちらのベンツを見せていただこうと思います。今回見せていただくこちらのベンツは S クラスのベンツです。 S350 ラグジュアリーのベンツになります。年式が2010年の初年度登録のものです。では早速外側から見ていこうと思います。では外側行きましょう。正面、まずはこちらが正面です。ベンツ顔が高級ですね。見た目が高級。そしてはい、メルセデスベンツ S350 のラグジュアリーです。で、上にサンルーフもついているベンツだそうなので、上がるとこんな感じでルーフの位置が分かるようになってます。年式は平成だと22年10月の初年度登録の車です。走行距離が84,000キロ、だから8万4000ですね。高いで、脇側からだとこんな感じです。まあ、なんか脇のラインもすごくかっこいいで、黒なので光り方がいいですね。すごいピカピカ。後ろ側です。 S350 わー、なんか外側って私顔見るの好きなんですけど、最近このホイールのタイヤ周りを見るのが好きですここまでなんかかっこいい、かっこいいんだよなって思って見ちゃいますね。あとライトのとことかですね、見ちゃいます。あ、下ここライトがある。でもその下に銀のこのなんていうんですか、ラインが入ってるから顔がかっこいい。それでは早速ですね、中行きたいと思います。鍵を借りしてきました。お邪魔します。わ、すごい。え、なにこれ、銀だ。え、ここなんかライトがつく感じのイメージだったんだけど違う。あー、シートのなんか横幅が広い気がします。おしゃれだな、というか高級、すごいなベンツびっくりするからな毎回。あ、え、なにこのモニター。あ、今乗りました。うわ、デジタルメーターですデジタルメーターです。ここでびっくりしちゃった。全部1個の枠の中に収まってるんですけど、真ん中にボタンがある。すいません、車詳しくなくてあれなんですが、ここのボタンもなんかで使うのかな。え、なんだろう。ここはね、多分ナビとか画面ですよね。あ、ベンツマークの時計がある。あ、すごい。まだエンジンつけてませんが、こんな感じです。あ、さっき気づかなかった、ここにある。これパワーシートのですよね、多分セットできるやつですもんね。すごい。あ、ヒーターこれ今我が家の BMW にもついてるんですけど、これ冬に使ってみたんですが、めちゃくちゃあったかくてびっくりしました。これシートがあったかくなるヒーターがついてるやつですね。なんでここ2段階あるんだろう。あ、なんか2段階あるからなんかあるのかも。え、うわー、かっこいい。はい、こんな感じです。かっこいいデジタルメーター、かっこいい。すごいですね、トリップナビ、オーディオ、電話で下で操作ができるようになってます。ここですね。うわ、ハンドルが、わー、なんか柔らかいのかも、持った感じすごっ。かっこいいな。これは分かりました。これは分かって、こ
これ切り替えですね。多分こっちと一緒なのかな。え、なんで2個あるんだろう。違ったらすいません。ちょっと詳しい方教えてください。ぜひ。これが分かんない。でも上にあるってことは使いやすいからここにあるんですよね、きっと。で、ここだな。ウインカー、あとワイパーで、上から見るとライトがある。え、難しい。でもここもライトなんですよね。多分違うライトなんだよな。多分今オート0で0になってますね。多分 A がオートなはず。でこれ P、 うん？って言っちゃった。難しいぞ。でミラーはここだもんね、基本これですよね。で鍵のボタンもあるんだ。おお、かかった。おお、うん、え、いろいろあって難しい。とりあえず次見ましょう。ちなみにあの向こう側もパワーシートですね。助手席もパワーシート、後ろにはないので、後ろは違うんですけど、ヒーターもついてる。これはね、私使ったんですけど、ヒーターいいですね。本当にお尻あったかい、寒い時にすごく便利だと思いました。多分助手席で、あ、助手席じゃない、こっちが運転席で、こっちが助手席とかですよね。で室内なのか外気取り込みなのかとかですよね。すごいな、リセット一発でできるのかな。難しいんだけど、いろいろハイテクそう。ここもハイテクそう。そしてかけます。うわー、ここにも。これは CD 系な感じがしますね。多分そうなんだと思います。 MD とかかな、 CD な気がする。で下がってくるとハザードはここにありました。ディスクと、あ、やっぱディスクなんだ、さっきのディスクですね。オーディオとの切り替えと電話ナビ切り替え、あ、こっちはボリュームオンオフで、こっちもちょっと多分これがナビなんですけど、あー、いた、なにこれ、ここ、わ、なんかすごいのある。え、これちょっと横にしますけど、これ何、電話、電話どっかに入れるやつがある。え、見なかったことにしたいんだけど、難しいというか、なんかすごいのがある。これはナビなはずなんですけど、これ何、でも電話マークになってるから、電話かけるときにこれ使う、すごっ。なんだこれは、ここは、あ、奥もあるんだ。灰皿系と、あ、しまった。奥までいきますね。灰皿とドリンクホルダーを隠せる。しかもちょっと自動なんですけど。隠せるんだ。かっこいい。隠したいとき隠せるってことですよね。え、すごいよ。ここ開きがある。うわ、深い。これか。あ、これで、これ？あ、なんかそんな気がする。携帯をここ接続しとくと、ここで自動的に携帯電話とリンクするのかな。で、ナビを見て操作するとかな感じがします。違ったらすいません。なんかそんな感じがしますね。本当にここ深い。え、私の肘までいかないけど、あ、近い、肘近いぞ。めっちゃある、深さがあるから、なんかいろいろ入りそうな気がする。すごいな、これすごいですね。びっくりしちゃった。あ、ね、あ、すごい、肘置きとしても高さがちょうどいい、すごいね。こっちは鍵がつくよ。
ますね。お、ETC がここに入ってるんだ。これがスピーカー。でっかい。すごい。広い。あ、うわ、肘。今気づいた。めっちゃ肘。え、あ、こっちもじゃん。なんだここの肘。何これ、すごくない？どういうこと？開くの？おかしい。おかしいって言っちゃった。何ここ。え、S クラスってこうなんですかね。やっぱあのちょっと興奮してしまってあれなんですが、ここすごいよ。なんだこれ。上です。あ、サンルーフ開けるとこがある。これ何。うわ、出た。多分メガネとかサングラスとか入れるとこですよね、ここ。すごい。ちょっと怖いな。なんか怖いですね、ここね。ちょっとなんかわかんない、わかんないから触らないでおきます。なんだろう、室内灯がでっかい。こんなにある。あ、鏡も大きい。ほら、鏡大きい。うわ、あ、びっくりしちゃった。開けてみたいな。サンルーフ開けてみたい。わ、明るい。でかい。お、すごい。しかもほら、あの外からの光がちゃんと漏れるようになってるのがすごい。こうなってるんだ。あとね、あの後ろのこれが気になるので、後部座席行ったらこれ見ましょう。なんだろう。多分ね、今回のベンツは助手席よりも後部座席の方が気になりそうなので、次後部座席に行ってみようと思います。あっちに行きたいです。ちなみになんですけど、運転席に座った感じだとこんな感じです。で、後ろまでの距離がある。ずっとシュボーって顔で見てしまってる。とりあえず後ろ行きましょう。後部座席に移動します。はい、後部座席行きました。お邪魔します。わー、え、後部座席もですか。これ、ここに一個ずつ灰皿があるんだ。でもこれすごいな、独立してるんだね。うわ、前とはちょっと開き方違いますけど、これはすごい。やば、すごいぞ、すごいぞって言ってた。ここ、あ、すごい、ここ電源取れる。うわ、前見るとこんな感じです。本当に広い。で、ですよ。これは何。うわ、鏡だけある。あ、すごい、これ後ろにいても使えるんだ。びっくりした、マジか。あとここですね、かけられるのありますよ。スーツとかあのコートとかかけておけるのがある。すごい。でシート脇から見るとこんな感じです。お、中にある。え、これ収納されてる。うわー、乗るときこうやるんだ、初めて見た。後部座席使うときはこうなんですね。で、使わないときは閉まっておけるんだ。これこれはすごいな。開けます。ここで真ん中、各車によっても会社さんにもよっても、あのクラスによっても全然違うので、ここが気になる。うわ、なんかある。めっちゃ広いです。こんなで、お、わー、何でも入れられそう。本当に広い。手のひらでこんなですもん。すごっ。で、ここがドリンクですか。うわー、3つもある。3つもある。
あ、びっくりした。しかもストッパーついてる、ほらカタカタしないやつ。ゴムっぽいですね。本当に音が出ないようになってるんだ。すごっ、なんだこれ、広いよ。よいしょ。だってこんなですよ。うわ、びっくりした。やっぱ車によって違いますね、こういうところが一個ずつ違う。こんなシンプルなのに見た目あんな入ってると思わないじゃないですか。びっくりする。すごいな、ベンツすごい。ここにあるの、ここ調整できるし。あ、だから上にないんだ。なるほど、ここすごいね。こんなだからスッキリしてるんだ。これなんだろう、これ。なんかからくりがある。からくりがあるって聞いちゃった。多分ないと思うんですけど。すごいな、ここか。いや、びっくりですね。マジです。とりあえずもう一回運転席に戻ってトランクとかね、あとはエンジンルームを開けてみようと思います。はい、トランクです。広 い、 いや、セダン型でも十分、本当に広いですね。脇のポケットもこうやって2個独立してるのがあるので、小物も入れておけるし、広いな。こんな感じです。はい、トランク、多分この下にこういろいろ収納が入ってるんだと思うんですよね。タイヤとかね、予備 の、 あの工具みたいなやつとかいろいろあると思うんですが、ちょっとあの閉められるかが不安なので開けないでおきます。では、エンジンルームに行きましょう。はい、今開けていただいてました。あのエンジンルームの開けるこう取っ手みたいなのあるじゃないですか、あれが分からなくて、で今開けていただいたんですけど、どこにあるんですかってお聞きしたら、いや、ベンツってあれなのかな、わかんないですけど、ここの奥にあるそうです。そんなところにあるんだって今回初めて知りました。びっくりした。はい、再びエンジンルームです。広い、でも回ってるんですけど音はこれぐらいです。広いですね。で、取れる位置なんですけど、ここから開きました。結構下から来るんですね。あの銀の横ラインが入ってるところから開くそうです。で、エンジンは16で、このベンツなんですけど S クラスの350で 3.5リッター、もう経済的な排気量の車だそうです。はい、詳しくはないのでここまでにしておきたいなと思います。はい、閉めました。かっこいい、戻ってきました。再びです、お邪魔します。よいしょ。はい、ではエンジンを切りたいと思います。こっち、あの今カメラ止めた後なんですけど、エンジンを切ってドアを開けたらシートが後ろに下がり、ハンドルが上に上がりました。めっちゃびっくりしました。再現したい時にはもう一回あれなのか、エンジンをつけるべきなのかな。ちょっとやってみた。うわー、これだ。前に動きつつハンドルが下がった。ちょっと切りますね。で、今切りました。切ってドア開けます。すごい。こういう機械じゃないとあの見ることが私はできない車だと思うので、ありがとうございます。はい、ということで、今回見せていただいたメルセデスベンツ S クラスの S350 ラグジュアリー、こんな感じでございました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL か大志チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。See you!